まあ、漁師って聞くと、まあ、山に入って鹿とかイノシシを、まあ、銃で撃って、まあ、角とか皮とか、まあ、そういうのを撃ってね、まあ、生計立ててるみたいなイメージあると思うんだけど、まあ、実はね、その、まあ、動物がまあ増えすぎたり減ったりしすぎたりするのはまあ不正で、まあ、周りの山とかね、田畑とか、まあ、そういうのを守るっていうのもやりになってるというか、まあ、要は生態系を、まあ、守るみたいな、まあ、そういう役割もあるんですよね。まあ、まずはね、まあ、覚悟が必要だね。そのやっぱその鳥獣相手に、まあ、こっちはするわけだから、もちろんその命の危険っていうか、まあ、怪我、まあ、する可能性もあるし、まあまあ、あとはこればっかりはしょうがないけども、やっぱその命を撃つってことに対して、まあまあ、抵抗がある人もいるでしょう、うん、だからそういう人たちに、まあ、理解をしてもらうっていうのもまあ大事かな。まあ、一つは、まあ、そのどんな時も、まあ、自分の、まあ、感情を、まあ、コントロールする、まあ、冷静さを保てる、まあ、ことかな。まあ、あとは山に入るから、まあ、体力、それとな、そう、まあまあ、獲物をこう狙って今だっていうのを撃つっていう、まあ、集中力、あとその、まあ、山だし、まあ、周りいろいろなものがあるから、そういうのをまあ判断できる、まあ、判断力、まあ簡単に言うともこの集中力、冷静さ、体力、判断力、まあ、この4つが漁師にとっては必要かな。はい、ということで始まりました、佐藤まさみの目指せパティスロいい女の時間でございます。この番組はですね、私が皆様からいいね、グッドボタンをいただくためにいろんなコーディネートをしてスロットを打つ、まあ、ざっくり言うとですよ、そういう番組なんですけど、今回はですね、あれちょっと漁師に似てないかチックな漁師違いの漁師です。ですね、まあ、いろいろ言いたいことはあるんですが、これあの普通に単純に今季私が初めてあの新しく買った靴です。あの特にその今回のために買ったわけじゃないんですけど、これは前回と一緒ですね、お魚屋さんと一緒です。で、これはですね、占い師と一緒です。で、今回あのこれのために手に入れたこちらなんですけど、あのネット通販で可愛いなと思って、この収録が終わったら普通に私服で着たいなと思って買ったんですけど、着てみたら全然似合わなかったので、今回で廃棄されると思います。そしてこちらはですね、みんなが大好きダイソーに売ってるおもちゃ銃でございます。ということで今回は漁師さんの格好でやってまいりましたけど、どうですか皆さん。オープニングがそんな長いの良くないと思うんですけど、今日ちょっといろいろしでかしてるんですよすでに、まあ、なんでそれも含めて、まあ、実践からスタートしながらこう銃振って喋るのもどうかと思うんですけど、喋りたいと思いますので、ぜひですね最後までご覧いただけたら、そしてその前にいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。では何だろうな、大物、まあ、かっこ有力感感想、まあ、5000枚かな、目指していこうと思います。ということで本日のテイクダイはこちらです、アクエリオンオールスターズということで、この番組では2回目ですかね、1回目の動画はですね素晴らしいことになってますので、ぜひですねあの概要欄とか貼ってあるかもしれないのでご覧いただけたらと思うんですが、今日はそれを超える、展開を見せれるように頑張っていこうという感じなんですが、なぜこの台にしたのかというと、今いろいろあるんですけれども、今日抽選が36番だったんですよ、オンライン抽選で並ぶ直前で、あの抽選の並び開始しますって言われた瞬間にですね、 iPhone の SIM カードが認識されない。
事件が起きまして、認識されないとオンライン抽選更新できないというか開けなくて、で最後尾入場になると、で、まあ、できれば 6.5 号機打ちたいなと思ってたんですけど、まあ、今日は無理かなと思ってちょっと気持ちしょぼーんと、いやでもこんなことでマイナスに取られちゃダメだと、こんなぐらいでめげちゃダメだと思って入場したらですね、他の台が埋まってましてアクエリオン空いてたんですよ。でこちらです、残り物には福があるというか、信じれば願いは届くというのか分かりませんけれども、やっぱねその、まあ、漁師たるものその舐めちゃダメなんでね、やっぱ命のやり取りしてるんで、まあ、そこは集中してやりたいと思います。竜目星、おおお、あすごこれは強いよ、チェリーとスイカの、もうちょっと騒がしく行こう、朝からか怖い怖い怖い、私だってできる、私だってできる、通常怖い怖い怖い、今日怖い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 な、お隣さんがあんまりよくなさそうなんだよな、やっぱね冷静な状況判断これ大事なんで、ね、うちらみたいな仕事は、おやびっくりした、それはね、それは複合でしょ、はい、さあ 50% 多分高額で、こいつは違うんだ、あさっきよりは偉くない、やっぱそっかチェリータススイカの方が偉いもんな、いやーめでおくれよ、誰がこののでもバカだからいけるかも、カットイン、これカットイン、よし、しかも連絡、んあれ複合いった567ゲーム投手6000円、このあと何が出てくるか、それだよな、ダメ1個、1個ダメ、1個1個こっちで、その次のゲームだったらさあ冷凍庫引かねば、狙いを定めましょう、ピヨンピヨン言うてる、そう周りに周りを気にせずに集中、一点集中、獲物漁師ですからね、いや大丈夫、球数そんなないよ、球数ラスト1 つ、ここなんかついてくれたっていいのにな、あーもったいない、いやそりゃそう、ちょっとチャンスを、あ初めて聞いた、エスコートしていただけますか、あすいません私 SIM カードが今日は三台並びの台が人気ですね、私戦国正宗空いてるかなと思ってたんですけど空いてなかった、正宗3埋まってるのは珍しい、ということで2枚目です、まあ、何でもそうですけど、まあ、お金はかかりますよね、その、まあ、銃一つ手入れするにもお金いるんで、まあ、そこは惜しみことなくやっていこうとは思うんですよね、プロとしてやっぱ道具を大事にできない人はねダメだって多分イチローも言ってた気がする、玉木舞ちゃんと鈴鹿ちゃんと生配信をしたときに弾けないときにどう思うかみたいな、で鈴鹿ちゃんがねその落ち込むんですって、なんか私そんな悪いことしたかなとか、なんか得積んでなかったかなとか、日頃の行い悪かったのかなみたいな、私あんなにこういろいろ頑張ったのにとか、なんか人に優しくしたのにみたいな感じで思って落ち込むんですって、でも私はですね弾けないときはしゃーない、そういうスタ
タンスでやっぱ こっちやっぱ漁師なんでそこで一回一回こうメンタルやられてるとねほらちょっとこうはいなかなかその銃の扱いもねこうブレが出たりするのでもうできるだけ皆さんできるだけやられない心がけをおすすめします。もう私いろんな失敗してますけどその人に迷惑かけるものじゃなければ落ち込まない。えそれ引けてるのにチェリースイカ2004年もない。モード C ワンチャン。あ常々も思うが今なのか。行かないからの。え？嘘でしょ？待ってたのに。待ってたのに。無駄引き。まあ今は獲物狙ってるところですね。やっぱ2400枚のこっちが出るよりかは3000枚とか出た方がね、4000枚とか出た方がまあいい。大量とか大物じゃないですか。それを狙うために今じっと待ってる状態です。やっぱ焦らないこと、それがねやっぱ大事なんで。強がりではないですよ。ほんとあえてです。あえて3枚目入れてます。あえてこれが100倍になって帰ってきたらいいなみたいな感じで。いいね、ナイス。これはもろたもろたですわ。はい、よし、2回目ですね。707ゲーム2万3000円投資。こい、よし頑張ろう。よーい、よっしゃ。仕留めた。よし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 。さあここからですよ。仕留めたものが大きいかどうかはここからの努力次第。頼む。よし、まだ2万3000円なんで全然取り返しがつきます。狙って狙って、まず1回ここね。いけるいける。叩け。普通のベルチャンスですね。まあ、これを伸ばしましょう。あっという間に終わるんだよなこれ。それワンチャンないですか。あーちゃゆー。逆に貸して、貸してくれた、貸してくれた。やっぱ一人でやるのだけじゃないですね。助けてっていうの大事、人に頼るの大事。よし、こっから。お願いします。ナビが出てもベルじゃないこともあるので。いや、そうは言うても、そうは言うても、そうは言うてもよ。ちょっとナビ以外出して。嘘と言っておくれよ。嘘だよなんてよ。チャンス目、めちゃめちゃチャンス目ばっかり、イメージチャンス目ばっかり。それの色はチャンス目じゃない。
ここからチャンスです。それは違う。イメージ紫色のイメージ。私真ん中気になってるんですけど、でもなんか僕はって感じで言ってるんで、ちょっと右からいきます。真ん中じゃん。21分の1いった。よしよっしゃ。はー OK です。テンパイすれば OK。 当たってる。おいで、仕留めよこの人。そのカットイン出すっていうのはどう？お互いのその協定というか、そっちの陣地邪魔しないから、最終的には一回まずカットイン出してよ。えい！なかなかこの子が、ああ、まあ、また出会うでしょう。敵に敵か厳しい。なんかそのアクエリオンの厳しさを知ってしまってるせいで、ちょっとノリノリじゃないのがいけない。いけるいける、よく引けばいいだけ。シンプルシンプル、うわシンプル。これはどうですか。行ってしまった。やった。よしよしよし、ここ大事ここ大事。びっくりするぐらい乗ろう。ここもうこれラスト。これ失敗すると、よし一回どうでしょう。かけな、掛け算なんて許さないよ。私の辞書に掛け算はないの。まあ許そう、まあ、1回目は許しましょう。1回目ぐらいはって。いやマジか。今、じゃあチャンス目以外ないよ。道あなた、あなた、あなたもうチェリー見えてるけど、揃って、いやそっち、声出してあーって言って、はい全言撤回もないか。395枚です。1回目はいー取り返しきれずですね。はい、これ見ない。おい、さあ550%。いやチャンス目めっちゃ引くけども、今じゃない気もするんだよ。今でもないんだよ。ここでもチャンス目いくけど今じゃないんだよな。うわー当たりモース、これ当たらんかい。全言撤回は全言撤回。ダメ。さっきの複合薬のが多分まだ残ってらっしゃらない。いいやつ、やばい。全逆ですよね確か。
76ゲーム大丈夫、もう今外さないでった、この2人はきつく抱きしめ合っているから。愛してる、よし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 、皆さんも愛してるって言いました。リプレイで当たってくれた。 10% 通した、よし 10% 通せたんだったらこの後大丈夫でしょう。よし、あ、引き継いでる。チェリーチェリー、ナイス。え、でもまあ矛盾で当たるでしょそれは。それはそうでなければ、それはそうでなければ本当許されない問題よ。しかも、うん、そうだよね。だね、待って、歌いたい。ああ、リズム感が、頼むよ。ああ、くそ、しかないです。まあでも、まあまあまあでもな、かけ算でも許せるか。ダメ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 、超合体しかダメ。でも8でよかった。105、よし、これはあれかな、ああら来た、いやー、せーの、集中、いっていい、ベロレア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 、バクバクレア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 がなかなか来ない。なあ、それは強い。相手が誰だろうと関係ないわ。なんて素敵なセリフ。それはそれだったら複合。あってくれ、よし、今の大事にしましょう。特合役が頑張ってくれたんで、しっかり、よし、2の場合は掛け算許されないから、掛け算、掛け算、もう一回、よし、3の場合も掛け算許されないよ。よし、よしよしよし、許す、超だったら許す。ああ、チェリーチェリーチェリー出てこい、チェリーだけ、分かった、よし、不動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 、よし、不動、あー不動、ねだね、獲物ですから。とりあえず一回そのイノシシとかシカの前にサクランボ狙いますわ。ラスト46ゲームなんですけど、ちょっと流れ悪いのでここ大事にしたいので、気合のですね、北皿全移しやりますわ。私は空間を余裕を持たせることで、まあ、獲物、まあ、獲物というメダルをおびき寄せる作戦ですね。やっぱスペースないと獲物がこう罠に引っかからないので。言ってくれない、それで、あー
ートそしてここからが大事。ちょっと体体力勝負なんでちょっと整えます。2は掛け算許されないよ。赤だったのに3だったってことはもう超合体しか許さない。よし、まだ来い、まだ来い、まだ来い、ああいけ、よし。2位はもちろん超合体じゃないと許す。絶対かけるんだよな。うわ、それはあなたはとりあえず1回、あ、そう、あ、合体しちゃいます。え、強いでしょ。よか、うん、勝てる。じゃんけん、ほい、よし、さあ頑張ろう。はい、一個一個の合体ゾーン大事にすること。いった、外れていってください。よっ、ありがたくもらおう。ベル、よし、合体したよね、君たちしたよね、お願いよ。それか、え、どうなんだろう、熱いんだ。あ、うわお、そんな顔して2人ともただの合体なんてわけないでしょ。くっそー、くそー、悔しい。でもありがとう、リブで行け。ああ、それはもらった。しかも合体力10。え、待って、それは、え、それは許せない。超合体力が許せない。え、でも10かけ5は、あ、50だった。プロとしてここは見せるところ、見せるところ、プロフェッショナル。よし、お久しぶりです、お久しぶりです。まだ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 貪欲に、お、よいしょ、チャンス目、チョーじゃないの。完走できるよ、ナイス。あー、それはさー、合体役、よかったよかった、1000枚超えましたね。ほい、おいしょ、超合体、超合体、はい、ちょ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 の掛け算、あー、頼む、いや、見た、11、え、ちょっと困る、それは絶対超合体じゃないと許せない。ダイをしまうかもしれないから、お願い、超合体でお願いします、お願いします、超合体でお願いします、超合体でお願いします。よし、いった。
と高い。ノグタス5、5630。うん、ノノノノノノノ。うん。よし。それは頼む、合体でやって。よし。よし。シュッとくっつけばいいだけ。シュッとくっつけばいいだけ。いいのよ、その難しい掛け算しなくて。よし、いた。シュッ、シュッ。ダメ、掛けない、掛け、掛け。掛けます。取ってきた牛で作ったミートソース結局ミートソースが一番好きだなっていう結論になりましたね、最終的に。うまっ。乾燥したいんでしっかり蓄えようと思います。調子乗っちゃった。お腹も満たし、銃の手入れも済んだので残り150ゲームで1441枚、2000枚は見えているんですけど、欲しいのは全部取り戻すことなんで、ここから気合い入れていきましょう。あ、音が大きい。ほい。あ、来た。しゃ、限定カメラク1867枚ですね。え、クレア行くの早いですか？大丈夫ですか？あ、クレアに移動します。いや、全然出なくて、ないかなと思ってるんですけど、多分、おうおう、ええ、おうおう、ああ、やれ、あの AT 中やれないとしんどいですよね。さあ、ということで完全なる勝ちを目指してですね、移動してきました。もっとクレアの秘宝殿、女神の歌声と太陽の子供たち。残り実戦時間が結構限られているので、もう一回ちょっと、もしかしたらアクエリオンで天井まで持っていかれる可能性があることを考えてこちらに移動しました。離れるときにお隣のお姉さんが話しかけてくださったんですけど、お姉さんの台は四五六角が出てて、何か出ましたかって設定って言われたんですけど、私の方は特に、まあ、なかったのと、負けたくないっていうのがやっぱ結局でそこですよね。なので、A タイプ、ほい、しっかり獲物を捕まえて命を落とすことなく自分自身のね、帰るっていうのが猟の基本ですから。いきます。3代目、もしかしたら2代目カットされてるかもしれないんですけど、3代目エヴァンゲリオン魂の共鳴。ちょっと今この時間でいけそうな台がですね、まあ、ないんですけど、まあ、どっちかっていうと得意な台なのでそれにかけます。ちょっと初めてよこんなの。第一エリアも行かないなんて。
信じられないです。あー、そりゃそうよね。お隣さんの台奪おうかと思ってるんですけど、今バレますからね。50%。あ、いった。さすがに行ってくれました。もうこれ一発で決めないと。今残りメダル枚数1039円なんで、無理やり。近い。黄色でいきます。もちろんやられる。今上がってくれたけども、いや、あれ、ちょっと待って、こんな見たことないよ。おー、ちょっと、漁師復活しました。漁師業仕留めましたね、一発で。まだ全然まくれる、まくれるってかプラスで終われる。まあまあ、でもよかった。危うく今日負けますっていうところでした。一発で決めて、よし、あ、よっしゃ、レイがナイス。アリブでリーブかリーブ、アウト。下っ羽がピシャ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 、伸ばすとこですよ。ビル、よし、ナイス。よし、ストック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 。ああ、すごい。初めて見た。なるほど。え、強制ってこと？強制だ。そう、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 そう。いや、ああ、そういうこと。よし、そういうこと、そういうこと。であるべき。よっしゃ。さあ2個目。ここまではねあるんですよね。この後は山心を君にも見たことないんですよ。進んでる数で言ったら私の最高記録な気がします。よし、頼む。いや、そう、これ嫌な予感が。来い。ああ、終わった。934枚。ということで、無事に漁の方を終了いたしました。私佐藤雅美からですね、まず結果ですね、投資、1058枚回収1957枚のプラス899枚ということで、無事にですね、まず命を持って帰ることができました。アクエリアを打ってその後ちょっと危ない目に遭いかけたんですけど、結果としてはアクエリオン、そしてエヴァ2頭射止めたというか、2頭を 撃射、なんていうんですかね、密漁。密漁はダメだ。これはまだ子供だから逃が
といい女ご覧いただきありがとうございました。なんかね久々に粘ってちゃんと勝ったなっていう感じです。そうですね、皆さんの好きな、今回コメントに書いていただきたいのがあるなら、皆さんの好きな野生動物わかります？今動物って言ったら猫とか犬が出てくるから、野生動物、私はですねジャッカル、まあ、トラとかライオンはもちろん猫科なんですけど、ジャッカルが好きです。皆さんは何がお好きですかと。ということで最後はですね、あの言葉は聞かれると思うのでしっかり返したいと思います。必ず結果を残すこと。